私が聴けるかな。今日もいろんな曲をお届けします。おもちゃのチャチャチャから結んで開いて、いろんな曲をお届けします。届けいたしました。ドレミファチビクロサンボ、ホットケーキもくる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 、トラが回って回って、溶けたバターで作るとホットケーキも美味しくなる、チビクロサンボのお話を皆さんご存知でしょうか。トラが、トラの尻尾がくる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 回って回って、溶けてできたバターで作るととっても美味しいホットケーキができるのであーと、ちびくろさんぽ別名綾瀬はるかがお届けいたしました。それでは後ほど。ドレミファソソソソファミレタタタ、ドレミファソファミレドレミレタドシラソソファミレドファファミレレミファソドシラソソファミレドドレミファソラシドソドドシラソファミレド。リズムも楽しく愛の手を入れてみる。おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャ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 、おもちゃのチャチャチャ、しあわせなら手をたたこ、しあわせなら手をたたこ、というふうにリズムを入れて楽しく学ぶことも大切です。それでは明日も良い子の皆さん、5週目ですが
明日は確か2時からでしたね。それでは。皆さんも楽しく愉快に先生とお友達ピアノが楽しくなりますように、お子様の安全第一に、危険が及ばないように褒めて楽しく学びます。ゴールデンウィーク中ですが、よく皆さんも楽しくお外でよく学び、よく遊び、よく食べて楽しく連休を過ごしてくださいね。バイバイ。バイバイ。ふわふでもよいお手本。鳥は鳥でもしりとり、あやとり。タイはタイでも、ずっと同じことをしていると秋が来るのは退屈。タイはタイでも、知りたい。それもとっても素晴らしいアイデアでございます。バイバイ。猫が寝転んだ。布団が吹っ飛んだ。